ミッチェル・ジョン・デニングは、オーストラリア連邦ニューサウス・ワイールズ州、ゴスフォード出身の元プロ野球選手。第3回 WBC でのデニング2005年に、16歳で、ボストン・レッドソックスと契約を結ぶ。2005年と2006年は共に、出場なしに終わる。2007年にルーキーリーグのガルフコーストリーグ、レッドソックスで47試合に出場し、打率。 301の成績を残す。2008年は A-9 のローエル・スピナーズでプレーし、62試合で打率。321の成績を残した。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC の野球オーストラリア代表に選出された。シーズンでは A 級のグリーンビルドライブで106試合に出場する。2010年は A 級のセーラムレッドソックスで116試合に出場し、打率274の成績を残す。オフにはオーストラリアンベースボールリーグのシドニーブルーソックスでプレーした。ここでは38試合で打率201の成績に終わる。2011年もセーラムでプレーし、この年は86試合で打率220という成績だった。 オフにレッドソックスを解雇され、その後前年同様にシュドニーブルーソックスでプレーした。ここでは26試合の出場に終わった。2012年は独立リーグであるフロンティアリーグのワシントンワイルドシングスでプレーしたが、15試合の出場にとどまった。オフには前年同様にシュドニーブルーソックスでプレーした。2013年3月に開催された第3回。 WBC のオーストラリア代表に選出され、2大会連続2度目の選出となった。新潟時代2013年5月27日に、BC リーグの新潟アルビレックスベースボールクラブへ入団することが、球団から発表された。レギュラーシーズンでは、リーグ1044試合に出場。打率370で、首位打者のタイトルを獲得した。シーズン終了後の11月には、 キャンベラ・キャバルリーの一員として、同年のアジアシリーズに参加。決勝で5アンダーを放つなどの活躍で、チームを優勝に導いている。さらに、4年連続で、シュドニー・ブルーソックスでのプレーも経験している。2014年には、リーグ戦72試合に出場。打率、321、12本塁打、68打点、4盗塁という好成績を残した。 シーズン終了後には、オーストラリアンベースボールリーグのアデレードバイトでプレーを続けた。2015年には5月中旬までリーグ戦18試合に出場。打率271本塁打14打点2投塁を記録した。ヤクルトでの初打席でのデニング2015年5月22日に NPB の東京ヤクルトスワローズがデニングの獲得を発表した。 シーズン終了までの契約で、背番号は71。b c リーグの球団に所属していた、オーストラリア出身の選手が、NPB の球団に移籍するという事例は、この時のデニングが初めてであった。ヤクルトでは、外国人野手のラスティングス・ミレッジと、ウラディミール・バレンティンが戦線を離脱。チームも最下位に低迷していたため、打線の強化を目的に、 PC リーグで実績を残していたデニングの緊急補強に踏み切った。入団直後の5月26日に出場選手登録を果たすと、同日の対北海道日本ハームファイターズ戦に代打で1軍デビュー。5月27日の同カードから左翼手としてスタメンに起用されると、5月29日の対福岡ソフトバンクホークス戦で初本塁打。 6月7日の対千葉ロッテマリーンズ戦で勝負を決める満塁本塁打を放った。しかし、ミレッジが一軍へ復帰した8月22日に登録を抹消。9月15日の対横浜 DNA ベイスターズ戦への出場を最後に一軍から遠ざかった。シーズン終了後にヤクルトから戦力外通告を受け、12月2日に NPB から 自由契約選手として講じ。2016年1月28日に第4回 WBC 予選のオーストラリア代表に選出された。同大会でオーストラリアは本選出場を決めている。2016年3月11日に四国アイランドリーグプラスの愛媛マンダリンパイレーツと契約したことを発表。日本国内の独立リーグへ1シーズンぶりに復帰した。 2016年前期は優勝したチームで打率38。389、3本塁打、23打点を記録し、監督の弓岡圭次郎はチームを引っ張ってくれたと評している。前期終了後にはリーグの前期 MVP に選出された。6月6日に第28回ハーレムベースボールウィークのオーストラリア代表に選出された。しかし、 後期シーズン開幕直前の7月28日に対談することが発表された。2017年2月9日に第4回 WBC 本戦のオーストラリア代表に選出された。巧みなバットコントロールで広角にアンダを放てる中距離打者で癖のないスイングが特徴。ヤクルト時代の2015年には藤波慎太郎から一軍公式戦で7打数5アンダを記録した。 藤並自身も対戦の機会が少ない割に外角低めのベストボールを左中間と右中間に運ばれたことを理由に自分の中ではデニングが最強と評価している。その一方でヤクルト時代の一軍監督で外野手出身の真中光は外野守備中のフライの補給や走塁での状況判断を課題に挙げていた。新潟時代には年俸が推定で80万円だったため 家賃4万円の部屋で暮らしていたヤクルトとは、出来高による条件がついたものの、外国人の支配下登録選手としては、異例の安い年俸で契約。入団後には、球団の合宿所、戸田寮で、若手選手と一緒に生活していた。ヤクルトへ入団した2015年の5月下旬には、新潟時代のバットをそのまま使うことを想定していたが、 NPB の規定に適合しないことが判明。同年6月上旬までの試合では、長さが同じで、グリップの形状が似ているチーム名と森岡良介のバットを打席へ立つたびに借りていた。ちなみに森岡とは神宮球場のロッカーが隣り合う縁で、入団当初から仲が良かったという、ありがとうございます。